阪神、森下翔太、リーグトップで四球7回当たる。96打席85打数なんと13打席に1四球。年間34四球ペース。これ込みで1番ってのはあるわな。四球から打てなくなったよな。打率1割台だけど潜在的脅威を感じてるんか。まあずっといい当たり多いし捉えてるのもあるからそのうち活躍するやろ。よくいるまぐれ当たりの打者じゃないやん。外角でも引っ張れるからってひどいな。内角投げないと外すら叩かれるから阪神は森下さえなんとかしとけば勝てるやろの精神。研究されまくってるんやろうけどひどいわ。打球の飛び方や捉え方がまぐれ当たりの打者じゃないよね。手打ちでもないし。大学時代から四球多かったんやろマグネットやな。ドラフト前から散々言われてたやろ森下は避けるの下手だって。内角攻め厳しいのもあれやろけど避けるのがあんまり上手くないんか。そのうち怪我しそうで怖いわ。避けるの下手以前に避ける気がないわよ。避けようとする素振りすらしないのは何なんや。怪我するから避けよう。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。